お、持ち帰り。あざす。うわ、ポケットの中にしまった。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年8月15日月曜日の午後1時12分です。そういえば今日こんなご相談を受けたので皆さんにもお願いしておきますね。相談内容は浜辺で倒れている人を見かけたけどどうしたらいいかというものだったのですが、え、ジョニー、そういう場合は繰り返しお声掛けして助けて差し上げてくださいね。え、アナウンスしてくれるんや。それでは本日も良い一日をお過ごしください。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、てかさ、アナウンスするんやったらさ、まずその前に職員の人が声かけに行ってあげたりとかせんのかな。それとも声かけた上での、普通はそうよね。え、でもさ、私この間の録画ができてなかったっていう時、あ、埴輪のかけら、その時もジョニー倒れとったんやけどさ、え、あんなアナウンスなかったよ。初めて聞いたんやけど、あのアナウンス、え、ある時とない時がある。あ、それかあれか、なんか別のイベントとかと被っとったらどっちかしかアナウンスされんってことか。何と被っとったんだかちょっと覚えてないんやけど、え、なんかそんな特別何かがあった日じゃなかった気がしたんやけどな。で、自分の中でテーマ決めてやり始めたけど、特にイベントの日に起動したわけではなかった気がしたんやけど、気のせいかな。どこですか、ジョニー。おった。おったよー。あれ、いつもこんな格好やったっけな。青くなかった？青かったよね。うー、このままでは海のもずく、もくずですね。言い直す余裕があるなら大丈夫。あ、海賊ってなっとった。いやね、いつものと違うよね。うーん。はぁ、八丁。うー、冷えるな。俺は一体どれくらい海に浸かってたのか。翼の先がすっかりシワシワだぜ。誰かと思いきや、アイナさんじゃないか。なんていう偶然。実はまた嵐に巻き込まれて遭難してしまったのさ。俺様としたことが一生の不覚。速やかに子分どもに連絡して助けに来てもらわなければ。ほら、この通信装置さえあれば。そしてジョニーと同じことをする。私この間はね、来とったのちゃんとジョニーの方やった。これもジョニーなんやろうけど、え、ジョニーよね、これ。ジョニーが違う人のふりしとるだけよね。オーマイゴーシ、俺の大事な通信装置がなくなっちゃってます。じゃなかった、なくなっちまってるよね。これじゃ子分どもが見つけ出してくれるのをただ待つしかねえぜ。しかしそんなんじゃ一体いつになることやら。お願いだ、どうか通信装置を探してきてもらえねえかな。はい、オッケー。いいのか、そいつをありがてえ。おそらく通信装置は海の底に沈んでいるに違いない。あ、そっか、海賊の時は海の底なんか。めんどくせえ方やね。子分どもが探し回ってるはずなので、俺は海賊船を見逃さないようウォッチングしなきゃならねえんだ。通信装置探しの方はあんたに任せたからよろしく。そうそう、通信装置は多分荷物がいっぱいあると見つからないので、そこだけ気をつけてくれ。マリンスーツ持っとったっけな。持っとるね。あ、先にちょっとメッセージボトルの確認。よその島の誰かさんへ。久しぶりに読んだ本にこんなレシピが挟まったんだよ。お父さんの忘れ物かな。みんなにも知ってほしかったから作り方を瓶に入れておいたよ。作るときには怪我に気をつけて。手作り大好き、ブロッコリーより。禁断の祭壇。え、怪しげ。ふんふん、禁断の祭壇のレシピを覚えた。あれやね、ひらがなで書かれたらちょっと一瞬意味がわからんね。さあ、そしてマリンスーツを切っていきますか。いやー、髪の毛が。え、何個あるって言ったっけ。けい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 。久々に潜ったな。チンアナゴを取ったよ。穴の中からこんにちは。え、違うんすよ。違
違うんすよ。え、でもこの金塊いいよね。なんかそんなにブクブクしてるところもないんやけど。おぉ。あれ、結構遠くに行く感じか。あ、でもそっか。あれよね、ジョニーの時も浜辺全体やったけん。別にあの目の前の海だけとは限らんのよね。うわー広いよ。浜辺ならまだね、パパパーって見て回れるんやけど、海はちょっと、多少広く。あ、あれよね。なんやっけ。今持っとったやんか、ジュース。あれ、前から持ち歩きよったけど、あれを作れるようになったってことか。なるほどね。持ち歩けるようになるジュースとかちょっと増えたりするんかな、住民が。ねえ、ブクブクなさすぎじゃない？え、今一瞬ブクブクした？あ、気のせいだった。え？ブクブクなさすぎじゃない？え、マジ全然ないよね。あの一箇所しかなかったんやけど。別にこんなバシャバシャ泳ぎよったらブクブクしてこんとかじゃないよね。一旦浜辺に上がらんととか。いや、そんなことはなかったはずだ。マジでどこなんすかね。めちゃくちゃ離れたんやけど。え、ちょっとびっくりするぐらい離れ、あ、おった。よし。これが通信装置かどうかは知らんけども。どうや、お、違うね。あ、違うわ。通信装置を見つけた海賊のあの人に届けてあげよう。あ、そっか、そういうことか。ジョニーの時は、浜辺で、パーツか。部品を集めんといかんかったけど、海賊の場合は、装置自体か。あ、じゃあまあ、そんな、そこまでめんどくさいというわけでも、あれ、上がれねえ。あら、上がらせて。よし。うわ、バックごとやん、やば。バックごとなんですけど。でもこれはこれでおしゃれよね。よきよき。やけん、私この葉っぱ柄のマリンスーツにした。かわいい。さあ、通信装置あったよ、あったよ。どうぞ。見つかったのかい？あったよ。はい。おお、これはまさしく俺様の通信装置。ベリーベリーサンクス。これでコブどもに連絡できる。もらえるものは一緒なんやっけ？海賊とジョニー。え、違うか。一緒やったら別に分ける必要ないよね。お頭より、これでよしと。恩人のあんたには後日お礼の品を送るぜ。助かったぜ。本当にありがとな。マリン系のものとかやったかな。マリン系とか海賊系？さて、そろそろメッセージの返信が届いてるはず。どれどれ？返信まだか。多分今頃一目散にこっちに向かってることだろうぜ。既読ついてますから。無視ではないよね。あ、サメ。釣ろう。よっしゃ、来い。前回はね、マンボウやったよね。釣ったの。え、あれはちゃんと、あれか？映せとるやつか？コバンザメを釣り上げた。サメじゃないのね。コバンザメ。いや、でも全然、良き。え、あれちゃんと、録画できとって、あげとるやつやっけ？マンボウが釣れたんよ。一応、一応ね、上がってなかったらあれやけん、報告するけど。今回はコバンザメか。なかなかサメじゃないな。サメって思ったら、全然違う。お、どうした？てっちゃん。なあ、いいな。相談したいことがあるんだけど、聞いてくれるか？ジョリ。てっちゃんなら私別にいいよ。暖かく見守っとくよ。おいらこの島を出ていくかどうか迷ってるんだ。最近スランプ気味でさ、どんなに筋トレしても思うような筋肉痛にならないんだよ。理想の筋肉痛っていうのがあるんですか。新しい場所で気分を変えてトレーニングしたら最高の痛みが戻ってくるような気がするんだ。
頑張って笑顔で送り出します。おお、お前も元気だな、あゆな。そうと決まれば気分一新。ニューテッチャンとして新天地を目指すぞ、ジョリ。あとはおさいさんかな。どうした、ジョリ。話しに来たよ。この駅伝なく、どんなに動いても汗を吸い取ってくれる優れものなんだ。そうやったんや。おかげでオイラの匂いもバッチリ染みついてるから、着てると安心感があるんだよ、ジョリ。臭くはないのね。なんかちょっと、果物でもあげとこ。お前、気合十分だな。って、何のようだ、ジョリ。これもらって。え、オイラ何かくれるのか、ジョリ。一応ちょっと、旅立ちってことで、どうぞ、むき出しやけど。お、リンゴじゃんか。サンキュー。お前の気持ち、ありがたくいただくぞ、ジョリ。じゃあね、新天地に行っても元気で。まだ、そんなすぐじゃないけど。そこまですぐではないけど。あ、でもこれで、しばらくしたら、いよいよ新しい住民が来るわけやね。ついに入れ替わりの時が来た。ついについにやってきた。でさ、これまだ掘り返してなかったよね。掘り返して新しく埋めよう。ちなみに今日はね、8月15日みぞれちゃんの誕生日なんよ。のうちの島にみぞれちゃんおらんねえけどね。待って、かけらやった。もし私水をあげていなかった、そういうことかもしれない。え、てかおそらくそうだろう。あれから何、雨も降ってないの。よいしょ。じゅわー。そうよね、なんか、煙、うわ。家の隣に埋めてあんな感じになったらすごい怖い気がする。なんかね、良くない蒸気が出てきてそうな。すごいビビるんだが。私さ、あの、マスターのところ、カフェのマスターのところに、テイクアウトってしに行ったことあったっけ？なんかテイクアウト、次回からこちらからどうぞ、みたいな感じで言われてから行ってないような気がするよね。行ったっけな。おう、なんでしょうか。実はアイナさんにプレゼントがあるんです。どうぞ受け取ってください、ダフン。何？メガネ？丸縁メガネです。よかったら使ってみてくださいね、ダフン。何色なんやろ？つけてみようっと。こんな感じ。お勉強できますって感じやね、なんか。今の格好にはちょっと似合わんかな。外しとこ。ありがとうね。さあ、コーヒーのテイクアウトでもしに行きますか。ち、今日も誰も来ていない。全然来んよね、なんか。いらっしゃい。ねえ、コーヒー。どうしました？コーヒーください。お持ち帰りコーヒー、一杯300ベルいただきます。100ベル高くなるのか。お願いします。かしこまりました。あのカップなんやね。ここで座って飲み寄るときってカップ別やったっけ？マグカップかなんか？お、持ち帰り。あざす。うわ、ポケットの中にしまった。ありがとうございました。そりゃ、てんてんてんってなるよね、マスターも。まさかコーヒーポケットにしまわれると思わんしな。てか、なんかまた風強いね。この間も風強くなかった？テイクアウトコーヒー。あ、ちゃんとそういう名前なんや。いい感じ。え、なんかさ、博物館からコーヒー手に出てくるとかめっちゃおしゃれやん。めっちゃ良くない？なんか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、あれかな、明日てっちゃんの荷物がまとめられるかで、その次に出ていくぐらいな感じかな。自分で選びたいな、来る人。あ、でもランダムも楽しいよね。